皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。さあさあ、ポップアップショップのお知らせです。お知らせしているようにですね、今週末いよいよ明日、明後日なんですけど、Gラボのね、いつも使ってるこの Gラボウクレレのポップアップショップがですね、博多に初上陸します。やったーということで、皆さんにそのお知らせを今日しようと思うんですけど、残念ながらガズはちょっとね、そこには伺わないんですけど、私の分身と言っても過言ではないガズモデル、いつも本当に YouTube で使っているやつの展示があったりとかですね、いろいろな内容盛りだくさんな内容になっております。で、そのね、ポップアップショップ3月18、19、これですよ、これアミュープラザ博多で行われている、島村楽器さんのね、ワンコーナーをお借りして、ポップアップショップ全ラインナップの思想とか、いろいろできるんですけれども、そこでね、皆さんをお出迎えするですね、2人の G ラボ精鋭スタッフからですね、メッセージの動画が届いたんですよ。で、それをですね、皆さんにこれからちょっとシェアしようと思うんですけど、あまりちょっと結構シュールで面白い動画だったんで、僕もその動画を、見ながらですね、皆さんと一緒に見られたらいいかなと思って、今からですねちょっと見てみようと思います。ちょっとね、彼らも一生懸命皆さんに来ていただきたいというふうに思って撮ってくれた動画なんで、今からじゃあそれをね再生しようと思うよ。では一緒に見ていきましょう。皆様こんにちは、Gラボの吉本です。こんにちは、Gラボの秋月です。ゆるいですね。3月の18日と19日土日に間もなくですね、はい、Gラボポップアップショップ初九州上陸ということで、やった、博多、JR 博多駅の上になります。2人の下村が関係性かなり博多に、お邪魔させていただくことになりました。ゆるい感じでいいですね、はい、初九州という秋は九州行ったことありますか？実は、はい、去年の冬ぐらいですかね。はい、いやいや、そんなに行きました。遊びに申し訳ないですね。しかも初一人飛行機だったんですよ。ああ、なるほど。友達のところに。そうなんです。はい、どうでしたか？ご飯美味しかったですか？美味しかったです、ご飯。いいですね。博多ラーメンとか。なるほど。どうでもいい話が最高ですね。すごくこれ楽しい2人ですということで、楽しみではあるんですけども、やっぱり我々の初九州ということで、はい、特典も盛りだくさんで、はいはい、お邪魔させていただきます。一つ目がモジャカ赤目セレクトのセミオーダーモデル、今回の特別限定品の3本限定で受注させていただきます。ガズレレ公式サイトの特設ページに値段とかいろいろ仕様とかいろいろ載っておりまして、公式サイトねしっかりあるんで見てみてください。ガズレレ公式ホームページ、ね、概要欄に出ておきます。ぜひチェックいただければと思います。はい、そして2つ目がですね、これもなかなか貴重な機会なんですけども、いつも動画でもおなじみのガズさんのガズモデルの本物を、はい、さっき言ったやつ展示とですね、もう送ってますか、いただくことができるようになっておりますので、大事に写真くださいよ。聞いてみたいと、我々に言っていただければ、持ってる姿はそれです。大事なウクレレですから、僕の。お願いします。ぜひ楽しみにしていただければと思います。はい、そして3つ目がですね、新製品の胃腸弦という、大体5カ国ぐらい のキーでチューニングして演奏して、女性歌いやすくなります。胃腸弦というものを先行リリースして、はい、発売間もなくなんですけども、せっかくの機会でちょっと試していただいたり、いいです、見に来ていただけるとよろしいかなと思います。はい、そしてまあそれ以外にもウクレレのピックアップ、この間延びがたまりますよ、ね、どんなの、これも皆さんいいですよ、ピックアップの音を視聴できるありますので、土日の、午前の11時からとお昼の15時、3時からですね、私はもう本当に簡単になんですけども、ちょっと音出この時間に合わせて言っていただくのもいいかもしれないですね。皆さんにいただけるコーナーも設けております。土日両方とも、11時、15時の2回でやっておりますので、ぜひ見に来ていただけると助かります。で、当然いつもと同じように全ラインナップお持ちしてお伺いしますので、はい、薄れって音実際どうなんだろうとか、ブラックかっこいいけどどんな感じかな、実際弾いてみてもらいたいんですけど、触ってもらいたい、ぜひね、見に来ていただければ、薄れれもめちゃくちゃ響きますからね、はい、聞き比べをしていただきたいです。はい、動画だとやっぱり違いも出てるんですけど、実際触ると全然違います。そうですね、はい、もちろん普通のねものもいいんですけども、やっぱり一味違っておりまして、うん、いいかなと思います。場所もやっぱり博多駅、ね、ということで、ちょっと土日だからどこか出かけるんだよっていう方もちょっとこうお立ち寄りいただいたりとかしていただけるとよろしいかなと思いますので、ぜひ、お越しいただければと思います。
ぜひぜひ。3月18日の土曜日が、まあ、お店のオープンの 10時から。ポップアップのポップのスペルが違ってます、ね。10ぐらいまで。で、日曜日の方が同じく朝10時からと、時間確認して、ぜひ皆さん行っておりますので、ぜひこの機会に、はい、足をお運びいただければと思いますので、お待ちしております。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、バイバイ。バイバイ。ということで、今ちょっと見てみましたけれども、あれですよ、この2人がですね、動画撮影とかやっぱ慣れてないっていうのがですね、よく伝わるんですけど、すごくこう伝えたいっていう気持ちがよく伝わったでしょ。はい、この2人がですね、優しく皆さんを、お待ち申しておりましてです、お待ち申しておりました、お待ちしていますので、どんな質問でもね、気軽に彼ら2人に聞いていただければと思います。黒いね、パーカー着ていた彼が、男性が、吉本さんと言ってボスでございますね。で、ちょっと、なんだ、ブラウンのパーカー着てた方が、アッキー君。ね、動画にもガズレレ動画にも登場してくれましたけどですね、はい、ぜひ18、19これですよ、はい、博多界隈の方、界隈じゃない方もぜひ行ってみてください。そういうわけで今週末は博多で初めてのジーラオポップアップショップだよという、お知らせをですね、2人のスタッフと一緒にお届けしました。ぜひ皆さんよろしくお願いします。それじゃあ皆さん、バイバイ。